トリップ・ホーキンス・トリップ・ホーキンスは、アメリカの実業家、南カリフォルニアに生まれた。1972年、ハーバード大学在学中に、卓上ゲームを作ったのをきっかけに、ゲーム産業へ興味を持つようになる。父親から5000ドルを借り受け、アキュスタットという自作ゲームの通信販売会社を立ち上げたが、あまりうまくいかなかった。1976年、 スティーブ・ジョブズとマイク・マークラの勧誘によってアップルに入社。同社が雇った最初の MBA 社員であり、同社の全株式の0.5%を与えられた。アップル2の大ヒット等でこの株式は数年と経たずに莫大な価値になり、ホーキンスはこの株式を売却して独立のための資金とした。その後、 アップルを退社し1982年1月1日にアメージングソフトウェアを立ち上げ、ハリウッドスタイルの経営方針をゲーム業界で初めて採用し、数年で全米トップクラスのソフトメーカーに成長させる。1992年末には EA を離れて新たに 3D 王者を立ち上げ、家庭用テレビゲーム機市場に乗り出したが事業は軌道に乗らず、 1998年5月にはハードウェア事業から撤退。以降はゲームソフト事業のみに注力したが2003年に倒産。その後携帯電話用ゲームに特化したデジタルチョコレートを設立したが2012年5月に退任。ありがとうございます。